生け締めというのは、まず通常言うのは脳を壊して動きを止める即殺ね。それから血管を切って血を流す高血、それから、最後に、神経をワイヤーを通して壊す神経抜き、この3段階になりますけども、実は最高の魚を作ろうと思ったら重要なのは釣ってすぐ殺すことではないんですね。こうやって一晩これでね生かしてやるわけ。そうすると疲れてた筋肉が元に戻って、うまみの元にある成分が回復されます、ね、で腹の中のものも全部出る。だからものすごくいい状態、リラックスした状態、池越しと言いますね。池一晩池越す。池越した魚はね網ですくってもねゆたーっと暴れませんね。ゆたーっとしたまんまで、で池越したやつを殺す、で血を流す、で神経壊す、でその後のね保冷が重要です。保冷、せっかく生け締めをやってもそこにドサッとこう氷を当ててしまったら生け締めの効果が消えます、ね、冷やしすぎないことで、体のこの魚の筋肉に氷を直接当てないこと、これが重要ですね。はい、こっちへ、はい、これでもう締まりましたね。今この脳を壊しました。そしたらこう持ってきて抜いて、はい、膜を切ります。膜だけですよ、膜だけを切ります。膜を切ってこの奥の血管をカツッと、はい、もうこれで塩だ流していきますよ。はい、これ見てください。おお、これ片側だけでいい。片側だけでいいです。大きなマグロみたいなものは両側切ってありますけども、こういうこの程度の魚だったら片側だけでいいです。よし、今度はさっきの鍵と違って、はい、ほら入った入った。今度はこのスティージスパイクでよく壊してやるのを、で同じようにここの心臓、ここですから心臓触らないように、ここの膜を、膜だけこの骨に沿って切って、でここの奥の血管を一箇所だけこうやって切る、はい、と血が吹き出してきますね、はい、はい、これ眉間のあのね、はい、ピクッと、はい、はい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 、よく壊します。この時によく失敗するのは、あ、入らん入らんと思ってこうギュ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 やることね。こういう持ち方して、こういう持ち方をしてこうツンツン探ってあげる、こうやって探ってきて探って探って探って、ビクッとしたところで入れていく。これもどうでしょう。そうなんですよ、うん、ピクピクと汗やばしさえ入れ入って無理に入れる必要ないですよ、はいはい、スッと入れ、角度を変えてみて、あ、来た、そのまま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 行きます、そのまま行きます、一気に行きます、うん、入ったよ、柔らかい、うん、で最後までやってよく壊した。で、初めのうちはどこまで入ってるか確認しましょう、はいはいはい、ここにこう持ってどこまで入ってるか、はい、お、全部入ってる、 OK です。これをお湯で、さっき種類を入れましたよね、ここにね、うん、こういう色になります。うわ、白くなった、ほら、こういう色が出てきますね。あ、色が出てくる、こんな色もね。で今ほら目がちょっと白いでしょ、目がちょっと白くなってるでしょ、これ冷やしすぎ、あ、うん、目が白くなったら冷やしすぎ、温度が低すぎますね、これちょっと低すぎるな。なので硬直が始まったら、硬直が始まったらいくら冷やしてもいいです。硬直が始まるのはどのぐらいなんですか。ね、生け越した魚は例えばタマンなんかだったら10時間ぐらいはベロベロのまんまです。はい、行きますよ、はい、濡らして、ここにしてみましょう、ここに、はい、ここにね、
発泡白の温度を遮断するためね。それでもう一匹ぐらい。皆さんビニール袋使う場合にはですね、水分をよく取らないとこの中ジク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 するので、新聞紙だったら吸ってくれるんですけど、でこうちょっと見栄えをこうしますかね。そしたら、本当はここでサランラップ貼っちゃうんです、パーチをね。そうすると色がこのまま保たれます。これ今日は外に入れます。でこれは氷の打ち方はどこまで送るかによります。どこまで送るかによりますよ。今これであればこれ中に水が入っていかないと、だからよろしいです。水の中に水が入っていかないようにこうやってね。で夏場でも今も今日なんか涼しいから、これでもう明日の24時間十分。これで十分です。これ以上氷を打ってはいけません。冷やすいちょっとこういうことですね。通常はねこれ袋がないから、魚をこの新聞紙のように横たえて、こう小さなビニール袋に氷を入れてね、氷を入れて四隅にポンポンポンと、であとこの辺にコロコロっと置くぐらい、うん、で蓋したら箱内の温度が、7度から10度ぐらい。であとはどこまで、さっきも言いましたけども、どこまで送りたいかなんですね。本島でいいのか、島内商品なのか、うん、本島であればもうこれで明日送る。